勝利勝利大丈夫？顔色悪いよ。悪い夢でも見たの？夢だよね。もうわからないよ。私に話してみてもいいよ。ちょっとは楽になるかもしれない。昔のことを夢に見たの。アーシャとお兄ちゃんのこと。けどみんないなくなって、しかも恐ろしいものがいっぱい出てきて、あれは何を意味してるのかな。最近忙しかったし疲れてるのかもね。もっとのんびりしてもいいと思う。大丈夫、もうだいぶ落ち着いたから。ごめんね、心配させちゃって。ありがとうね、シャーリー。本当に平気だって。夢にうなされるなんて私らしくないし。それより何か用があるんでしょ？うん。この間の道元の話の続きについて、鬼玉様から天正閣行きの召集がかかったの。道案内は韓流がしてくれるって。もう下州府で待ってるらしい。それは急がなくちゃね。出発しよう。お二人ともお久しぶりです。お待たせ。今日はありがとうね。いえいえ、私はただの道案内役ですよ。今日は天正閣へご案内します。天正閣って時の印と関係がある場所なの？はい。時の印や四国など道元関連の技術は全て天正閣の管轄で、今は皇様が指揮を取っています。我々が時の印を使って暗闇と対抗できるのも天正閣のおかげなんです。時の印は域脈から抽出された道元を黒曜が旧域全域に照射することで作動しています。けれどその道元が今枯渇の危機にあるんです。風水楼は道元の代替資源を探すために設立されました。今は私が主要責任者を任されています。そして一縷の望みにかけて私は天文を通ってベラへたどり着いたわけですが、幸い収穫はありました。収穫？インニスの主要エネルギーである蛍光石が域脈の代わりになるかもしれないんです。そこでベラに許可を取って研究のために蛍光石のサンプルを持ち帰らせてもらいました。今回招集がかかったということは、きっと新たな発見があったのでしょう。それは嬉しいニュースだね。そう願います。行きましょう。ハンルー様、暗闇が襲来しています。この先は気をつけてください。しかも龍剣閣では、暗闇の活動指数の急上昇が観測されています。何が起きるかわかりません。わかった。気をつけるよ。暗闇がここまで侵入してくるとは、一体どうなってる？ハンルー様にご報告します。たった今、暗闇の発生源が判明しました。幽谷基地付近の時空波動が深淵の渦を引き起こし、そこから大量の暗闇が侵入してきたんです。皇様の指示により危険区域内の民衆は避難させました。ご本人はすでに戦場に向かっています。それと天正閣に向かう途中で残留の暗闇に遭遇するかもしれません。どうかお気をつけください。ありがとう。皆様、ようこそおいでくださいました。皇様の執事の不利です。皇様は今お一人で深淵の渦の暗闇と戦っておりますゆえ、私がお迎えに上がりました。あとどれくらいかかるんですか？そうですね、一中校の時間は経っているので、そろそろ飽きられる頃かと。ではご案内します。ビルビルビー。の主よ、ついてきて。青龍様、早くして。私の時間は貴重なの。はい、行きましょう。そうだ、フリー、龍炎の監視を強化するよう言って。暗闇の奴ら絶対何か企んでるわ。承知しました。着いたよ。では私の役目は終わりましたので、これにて失礼いたします。まだ皇様の公務が山積みで、そちらを処理しなければなりませんので。ありがとうございました。元気にしてたか、お二人さん。あれ、博士は来てないの？トラブルか何か？卓州の原力禁地で新しい発見があって、急に来れなくなったそうだ。でも、心配ないさ。会議の内容はちゃんと議事録をつけて全部博士に報告するつもりだから。最初の議題名は、そうだな、博士の欠席をエクセキューターが心配していた件についてとか。それは省略していいよ。貴玉様、全員揃いました。では早速本題に入りましょう。本会議の議題は、近い将来に迫る道元枯渇の危機についてですが、やっと解決の糸口が見えてきました。私は天正閣所属の研究員、シンです。早速ですが、我々の最新の研究成果を紹介します。ご存知のように、時の印は黒曜から供給された道元で作動しますが、域脈の枯渇に伴い、道元の供給が追いつかなくなっています。その結果、時の印の効力が低下し、暗闇と戦う兵士の命が危険にさらされている現状です。だからこそ我々は道元に代わるエネルギーをずっと模索してきましたが、ついに先日、韓流様が鍵となる鉱物をベラから持ち帰ってくれました。ご覧ください。域脈とベラの蛍光石を比較分析しました。ここから蛍光石のエネルギーの波長が道元のものと一致していることがわかります。そして理論上、同じ波長のエネルギーなら、時の印は作動します。つまり、蛍光石と域脈は同じ物質ってことなのか？それはまだ断定できませんが、蛍光石が域脈と同じようなエネルギーを供給できるのは確かです。つまり、ベラの蛍光石で域脈を代替できるかもしれません。この情報はユリン様にもお伝えしたのですが、ベラの方でも域脈の研究を推し進めるとおっしゃってくれました。また、時の印を維持するための蛍光石を継続的に供給可能かどうかも含めて、現在掛け合っている最中です。ベラから十分な量の蛍光石を供給できれば、黒曜もしばらくは安泰ということですよね。それは大発見ですね。我々も早くヴェラに戻って、ユリン様に直接状況を報告したいと思います。旧域の現状は皆様が一番理解しているでしょう。どうかお口添えいただけたら幸いです。ユリン様、エスターさん、旧域と廃域種の現状についてご報告に上がりました。旧域の現状はすでに貴玉殿から聞いているが、現地に赴いていた皆の意見も聞いておきたい。まず、旧域でも深淵の渦と同じような現象が起きています。そこから廃域種が大量発生し、災害級の被害を与えているのです。しかも中には、ベラで観測される廃域種も混じっていました。ベラの廃域種が旧域に移動したということ？多分、ネストマザーに呼応して、深淵の渦を通って旧域に向かったんだろう。ネストマザーは確実に旧域に潜んでいるはずだよ。まあ、居場所を突き止めるのは大変そうだけどね。分かった。ドクター・レビリアの方はどうだ？ドクター・レビリアはある特殊な黒岩遺跡に目をつけて、今はタクシューのインハン様と共同研究を進めています。近いうちに有益な情報を持ってきてくれるでしょう。黒岩遺跡の件でもう一つ報告したいことがあります。カシューの黒岩遺跡には極めて強力な廃域種が封印されていますが、それが一度破られてしまいました。しかも鎮圧のために時の印の出力を強めたせいで、ほとんどの道源を使い果たしてしまったようなんです。道源が完全に枯渇したら封印自体の効力がなくなり、被害は計り知れません。何より時の印なしで廃域種と戦うのは困難を極めます。そのことは貴玉殿からも聞いている。旧域の依頼を受けてベラではエスターを中心に蛍光石の研究を進めている。ええ、ユリン様、秩序なきアビスに対する調査を再開し、今回旧域で得た数々の情報を組み合わせた結果、驚くべきことが分かったの。蛍光石が域脈を代替できる理由、それは蛍光石のエネルギーの正体がオムニアムだからよ。それに旧域の黒岩遺跡は秩序なきアビスに存在するものと多くの共通点を持っている。だから旧域から蛍光石に似た鉱物を採掘できるのも不思議じゃないわ。ただ残念なことに、貴玉様から提示されている蛍光石の必要量はベラの埋蔵量をはるかに上回っているの。それじゃ他に方法はないわけじゃないわ。蛍光石と域脈は形が違うだけで本質的には同じなの。時の印の作動に必要なエネルギーの正体がオムニアムなら、直接オムニアムを供給できればいい。旧域にオベリスクを建設してマーラからオムニアムを抽出できるようにすれば、ひとまずエネルギー問題は解決できるわ。オベリスクを？もちろんそれは大薬剤やオムニアム悪液、オベリスクの暴走などの危険と隣り合わせよ。そのリスクは貴玉様もご存知のはずだけど、旧域ではすでに検討され始めていて、私も条件さえ揃えばこれが最善の策だと思うわ。もちろん旧域がマーラの照射範囲内であることが大前提だけれど。確認する方法はあるんですか？それは第7地区よりもオムニアムの運用ノウハウが蓄積されている第9地区の協力を仰ぐ必要があるわね。その件はエルリック殿と貴玉殿、私の3人で協議しよう。今日はご苦労だった。今後も旧域と連携していく上で君たちの力を借りることになるが、頼りにしているぞ。もちろんです。エクゼキューターさん、シャーリーさん、一旦アーシャに戻ってエルリック殿の指示を聞いてもらいたい。天蘭、今後の協力方針についてまだ確認したいことがある。一緒に来てくれ。出張ミラポリスに行けるの？わあ、やっと私の番が来たのね。あの本格魔法ファンタジーと伝説の完全再現対策の舞台の。エスターさんとの打ち合わせが済んだらすぐ天文で旧域に向かってもらう。あ、り滞在でもせめてあれは買えるよね。エクセキューターシャーリーさん、この子はオベリスク建築士のブレビーだ。どうもこんな紐の引きこもり女だけど、二人の話はアバウトには聞いているよ。牛引きとはオベリスクを建設する方針で合意している。マーラの照射範囲を確認でき次第すぐに始動する予定だ。そこで今回はまず現地視察にブレビーを同行させることにした。オムニアムが旧域の危機を解決する糸口になるならハガードとしても可能な限り協力したい。大災厄の後オベリスクの建設こそ停滞してしまったが研究は日に日に進歩している。今は絶賛スランプ中の大不調だけどね。我々が持つオムニアムの知識が旧域を救い、ひいては人類の勝利に貢献できればいいと思う。今回の旧域視察はその第一歩になるだろう。ブリブリ現在のハガードの技術をもってすれば環境調査なんてちょちょいのちょいだけど、なんせ未知の世界だからね。ブリブリそういう技術があるの？あれは彼女専用の擬音だ。ん？心配しないで先生。こういう特殊な声は、今後は控えるから。誤解されたら大変だもんね。威厳ある真面目なハガード研究員のイメージしか見せないもん。そうしてくれ。君が今担当しているプロジェクトは後任に引き継がせる。要望があれば言ってくれ。それから安全のためにもう一人エクセキューターを同行させようと思う。要望？それはもちろん経費追加かな。あとボディーガードは私が指名していいの？矢野ちゃんがいいな。後でスケジュールを確認してみるが他の任務に出ている可能性が高いな。他の候補から選んでもらえないか。じゃあ結局知らない人になるのね。いいや。じゃあエクセキューターさんとシャーリーさんと一緒に行く。二人となら仲良くできそう。面倒事を増やす気じゃないだろうな。うん、どう思う？実はハガードを離れるのは初めてなんだけど、何があるかわからないじゃん。何が起きても大丈夫よ、任せて。うん、少数精鋭でいいかもしれない。任務の負担が増えて申し訳ないが、私のこの世間知らずの教え子をどうかよろしく頼む。矢野ちゃんがいなくても頑張って規則正しい生活を送らなきゃ。アヒルの子が白鳥になるための試練なの。うん、じゃあよろしくねブレビーさん。はあ、空気の匂いまで違う気がするよ。大丈夫？どっか気分悪くなったりしてない？はっ、やっぱり、初めての遠出で、いきなり時空超越をするとか、この体には、荷が重すぎたわ。目の前がぼやけてきた。だけど、ここで倒れたりしたら、支えてあげよっか？なんてシチュエーションになると思ったのに、意外と楽じゃん。はぁ。ブリブリ。心配ありがとう。すき焼き場だけど、できる限りの予習はしてきたつもりなんだよ。それなのに、これじゃあ平和すぎるよ。矢野ちゃんに教えてもらったサバイバルスキル、何か使い道ないかな。例えば、未開の荒野や山奥に転送されてしまった場合は、樹皮を食べると生き残れるとか、役に立つと思ったのに。あはは、大げさだよ。まあ、時空転送には適応できたとして、あとは宿泊問題だな。布団を畳むとか、洗濯とか、苦手なの。過去の傾向から予測すると、一日で部屋をぐちゃぐちゃにする自信があるけど、片付けてくれる人はいるの？それも大丈夫だと思う。ならよかった。無事到着したことだし、早速仕事に取り掛かろっか。これは何かの試練なのよ。この人は肝心な時にミスするって印象がついたら、ますます経費が落ちづらくなっちゃう。はぁ。お帰りなさい。それからハガードのブレビーさん。はじめまして。旧域とハガードの初連携に備えて、準備は整っています。一緒に黒曜まで行きましょう。黒曜？旧域で最重要のオムニアム変換施設だよね。予習資料にはそう書いてあったけど。はい。域脈の道源は黒曜に集められてから、時の印の関連施設に送られます。まさに時の印が作動に欠かせない存在なんです。面白そう。見学したいな。具体的な作動プロセスも教えてよ。新鮮な知識がいっぱいで、アーシャより楽しい。もちろんです。見学の準備をしますね。ようこそブレビーさん。このお方はハガードのオベリスク建築士。旧域のオベリスク建設が可能かどうか、視察のためにお越しくださいました。まず手始めに、旧域がマーラの照射範囲内かどうかを確かめる必要があるの。それが分かれば、旧域がアイダ星の一部だということが証明できるのかな。多分ね。旧域の時空だけが断絶されている理由はよくわからないけど、何かの封印結界が展開されているのかも。それがどんな原理であれ、旧域もベラもアーシャも、元は一つのアイダ星大陸だったというのが、ハガードの仮説よ。興味深い。これは旧域の成り立ちを解明する調査でもあるということなのですね。手順や方法はブレビーさんに一任します。ブリブ。その前に聞きたいんだけど、旧域はどうやってベラの座標を特定して天文を起動したの？少し前に旧域で未だかつてないほど強力な時空波動が発生しました。その影響で、来週の3つの時空固定ステーションのパラメーターが急速に上昇したのです。観測データは黒曜に集められ、スーパーコンピュータ列人子による解析の結果、来週にある天文が開通し、以降、ベラとの往来が可能になりました。なるほど。私の想像通りね。じゃあその3つの施設を使えば、水星マーラの時空固定座標も観測できるかもしれない。でも、マーラは高次元の時空に位置しているから、観測係数の修正と、場合によっては固定装置の改造も必要かも。ご心配には及びません。シン、ブレビーさんに協力して、固定装置の改造を進めてください。それとね、時間的経済的コストを加味すると、わざわざ新しくオベリスクを建設する必要はないと思うの。時の印の中心施設である黒曜を改造するだけで同じ効果を発揮できるんじゃないかなって。黒曜を改造する？それって時の印の機能に影響しないの？それは実際の状況を見ないと何とも言えないわ。ただ言えるのは、黒曜とオベリスクを個別に設置するのは、エネルギー伝達効率が非常に悪いのよ。最悪、オベリスクのオムニアム供給が足りなくなって、黒曜を起動できない可能性もあるわ。だからやっぱり、黒曜の改造が最適解なんだよね。可能かどうか、天象閣の方でも検討してみるわ。ただし、黒曜の安全が最優先だからね。この件はコウに任せました。その前に水星マーラの観測を試みなくてはなりませんね。ではひとまず天象閣に戻って固定装置の改造方法を検討してみましょう。私はユン、黒曜の責任者です。ぜひお手伝いさせてください。仲間が増えた。友情エネルギーの増幅を探知したぞ。マーラ観測に必要な照射出力を計算しましたが、現在の時空固定ステーションをそのまま使用できそうです。ただ、部分的な改造も必要なので、その点はブレビーさんのご意見をお聞かせ願いたいです。うん。それは、ハガードに要請して、観測モジュールを送ってきてもらえばいいんじゃないかな。わかりました。我々のモジュールをハガードの観測モジュールに置き換えるということでしょうか。正解。この脳波の盗聴感、すっごくいい。でも、それほど簡単にはいかないかもしれません。互換性がないモジュールを使用するには、接続装置を一から製作しなければならないので。それは、少し厄介ですね。ステーションはあまり使われていないので、予備の部品がないのです。手伝います。装置の製作に必要なものは？リストを整理するので、少々お待ちください。うん。原稿と光玉はすぐに手に入ると思います。現金固定機は、天の花街の天工房で購入することができます。思ったより簡単そうですね。すぐ行ってきます。現金固定機を一つください。申し訳ありません。たった今売り切れてしまいまして。他のお店を覗いてみてはいかがでしょう。それとも、次の入荷までお待ちになりますか？他にどこで売ってますか？少し急いでて、今すぐ欲しいんです。お急ぎでしたら、私のを差し上げます。でも、あなたは？お構いなく、今すぐ必要なのでしょう？私はまだ大丈夫ですわ。受け取ってはいかがでしょう。ヒーローさんの分は明日の入荷時にちゃんと確保しておきますから、ご心配なく。わかりました。ヒーローさん、ありがとうございます。どういたしまして。ありがとうございました。もうすぐ改造が完了します。次は、この接続装置を3つのステーションに設置すれば完了です。その前にもう一度点検を。異常なし。では、出発しましょう。ちょっと待って。調整プログラムの一部が抜けてるよ。あ、本当ですね。確認します。じゃあ、装置の設置は私がやりましょうか。時間がもったいないですし。本当に助かります。ぜひ、お願いします。ワクワク。曇っていたメガネをピカピカのメガネに交換する感じ？始めよう。観測開始。信号増幅。探索中。あ、この固定座標、もうちょっと詳しく解析してくれる？今やります。スペクトル分析、早く急いで。オムニアム反応を検知。時空固定座標確認。1! はあ、マーラだ。オムニアムは9。無事。結果発表。先ほどの観測結果から旧域のオベリスク建設は可能だということが分かりました。でも、これはあくまで理論上可能なだけで、実際に利用するかどうかは、皆さんで慎重に話し合って決めなければ、だよね。我々は、オベリスクを建設することで、オムニアムという、摂理を超えた力を手にすることになります。けれど、旧域存続の危機が危ぶまれる今、我々は手段を選んではいられません。オベリスクの危険性も承知の上です。当時のハガードは暴走した魔法使いみたいに呪文の限界も知らないまま大魔法陣を発動させちゃったようなもの。その対価はドッカーン。とてもとても危険なの。はあ、とにかくそれが当時の科学の限界だったわけ。もちろん、ハガードの洗礼があるから、もう同じ鉄は踏まないように慎重にやるつもりよ。人球も、オムニアムに関する知識を逐一共有し、オベリスクの安全を全力で保障する所存です。そして、こうした協力の先に、いつかオムニアムの恩恵だけを享受できるような時代が来るといいですね。そうね。旧域でどんな技術的進歩が起きるかも楽しみ。それじゃ、黒曜の改造を本格的に開始するために、マーラのエネルギーを抽出するオムニアムリアクターを準備しなくちゃ。それに、先生に報告もしないといけないしね。一回ハガードに戻ってくる。この辺りは暗闇の被害が多いので、どうかお気をつけて。護衛の生贄を一人お付けしましょう。わざわざありがとうね。報告！来州各地に深淵の渦が発生。大量の暗闇が侵入してきています。中でも天正閣の被害が一番甚大で、フリ様より増援要請が来ています。観測時の時空波動を嗅ぎつけてきたんだわ。しつこい奴らめ。飛玉様、私が行きます。天正閣は旧域の要です。施設が一つでも破壊されたら、すべての時の印に影響しかねません。エクセキューターさんたちにも援護してもらえませんか？任せてください。雷雲がすごい暴風雨になりそう。あれはどういうこと？流煙。やっぱりね。もう本当に次から次へと。流煙が引き起こす暴風雨は暗闇の数と連動して大きくなるの。今頃中で大暴れなんだろうね。前の暴風雨はもっとずっと規模が小さかったのに、それですら甚大な被害が出てしまった。今回はそんなもんじゃないわ。じゃあすぐ止めなくちゃ。こっちだよ、早く。皇様、流煙の外に溢れ出た暗闇は我々が殲滅しました。しかし中の状況は全くの未知数です。よくやったわ。あとは私たちに任せて、引き続き周囲を警戒しなさい。はっ。暗闇が外にまで。同時発生した流煙、強力な暴風雨、中で一体何が起きてるの？貴玉様に報告しなくちゃ。嘘！こんな時に限って通信装置が壊れた？まさかこれも暗闇の能力？それは後で研究させるわ。今はこの流煙に集中しよう。フリー。はっ。今すぐ貴玉様にご報告し、救援を要請してもらいます。もう一刻の猶予も許されない。早く暴走の正体を突き止めないと。それには直接遺跡の中に入るしかないわね。お二人には早く行こう。うん。流煙が二度と暴走しないよう、ここでとどめを刺す。来州の平和を脅かす野郎には誰であろうと鉄槌を下す。深刻な状況になりました。これにはきっと何か裏があるはずです。元禄遺跡の封印突破と時を同じくして起こった暗闇たちの一斉進行。情報によると、各州、水州では強力な暗闇派が襲来し、林藩様と明慶様が最前線で戦っています。各州の被害は比較的に軽く済みました。以前元禄遺跡の封印を強化したのが功を成したのかと思います。ええ、小州、水州にはすでに援軍を送りました。こんな大規模な暗闇侵攻は前代未聞です。兵士を各地に分散させ、旧域の戦力を削るために仕組まれたものとしか思えません。しかも妙なことに龍炎の遺跡の封印が何者かに弱められていたようで、エクセキューターさんたちの援護がなかったら一体どうなっていたか。いいえ、生き縁の務めを果たしただけですから。本当に感謝申し上げます。それともう一つ気になることがあります。暗闇はなぜ来州を狙ったのでしょうか。来州の元禄遺跡は他のどこよりも頑丈なはず。封印を破るための力を残したいなら、もっと防御が薄い遺跡を狙うのが道理なのに。一番強い暗闇を優先的に解放したかったのでしょうか。変ですよ。それだと辻褄が合いません。エクセキューターさんたちも気づいたと思うけど、さっきの戦闘全然本気じゃなかったよね。何かに力を制限されている可能性もあるけど、だとしたらどうやって遺跡を突破したのかが疑問だわ。本当に不可解なことだらけですわ。この件は引き続き人宮の方で調査させます。それと本日は皆さんの時の印を強化するためにやむを得ず黒曜の出力を上げてしまいました。それにより道元の備蓄はほとんど底をつき、もう限界に到達しています。すぐに道元を補充しないと近いうちに黒曜の稼働が停止してしまうでしょう。幸いハガードのブレビーさんがいい知らせを届けてくれました。黒曜の改造が終われば、我々はついに今まで実現ができなかった第3代時の印システムを起動できるようになります。いよいよ攻勢に転じる時かもしれませんね。ええ、それに今日は我々が初めて元禄遺跡に封印されていた高位の暗闇を倒した日でもありますね。他の暗闇の活動についても目を光らせておきましょう。それでは本当にお疲れ様でした。今日はもうゆっくり休んでください。変幻レベル5、第9地区エルヴィック様、お久しぶりです。実に久しぶりだ。ゴゾトス。